酸化剤が青色で燃料が赤色横から見た図燃料と酸化剤が同心円状に噴射されて混ざり合うピントル式噴射装置はロケットエンジンの推進剤噴射装置の位置形式でアポロ計画の月着陸船の高化推進システムにおいて初めて使用されたアポロ計画が終了した後需要が減り中は忘れ去られようとしていたが その優れた特性に着眼した技術者たちによって、ピントル式噴射装置は現在、スペース X 社のマーリンエンジンで使用される。ピントル式噴射装置の起源は1950年代半ばに、カリフォルニア工科大学とジェット推進研究所によって、ハイパーゴリック液体推進剤の混合と燃焼反応時間の調査目的で使用された初期の研究所の実験的な試みに橋を発する。 ピントルインジェクターは、後の TRW 社のラモ・ウールリッチの一部門で、ある宇宙技術研究所によって具体化、開発された。1960年に開発が開始されたが、1972年10月に、アメリカ合衆国特許第369万9772号が、TRW 社のジェリー・エルバーウームに、ピントル式噴射装置の発明に対して、 特許権が与えられるまでは公開されなかった。同様の原理で作動する推進剤噴射装置は第二次世界大戦末期に日本で開発された収水で使用された特量二号原動機にも使用されていたことが確認されている。ピントル式噴射装置は同心炎上の噴射装置である。推進剤の流れへの流れは外側の管を抜けて炎筒状の流れが出て流れ、 B が内側の管から流れて自動車のポペット弁に似たピントル型の形状に噴射して円水状または平面に広がり B と円筒状の A は衝突するいくつかの派生型でピントルは推進剤 B が半径方向に広がるように玉を備える構造になっている仮に推進剤 B を燃料として A を酸化剤とした場合、ピントル配置は燃料の膜で燃焼室内面を実質的には自動的に冷却する。同様にピントル式噴射装置は燃焼効率を大きく損ねずに出力を加減することができる。ありがとうございます。